大木縁吉大正15年2月14日は明治時代中頃から大正時代にかけて活躍した日本の政治家、郷に天来がある。佐賀県出身の勤労士の一人で、明治維新後は新政府の養殖を歴任した大北加藤の着難。明治32年の白爵就職後、明治41年に貴族院議員となり政界入り。研究会に属していたが、 早くから立憲政友会と結んでおり、立憲政友会が与党の現内閣と高橋内閣で司法大臣、政友会が閣外協力で与党となった次の加藤智三郎内閣でも鉄道大臣を務めた。大正5年日本工業大学顧問に就任。人義に厚い国粋主義者として人望を集め、大東文化協会や帝国行動会の設立に、 深く関与し、大東文化協会初代会頭となる。1919年公居した、板垣大輔の後を継ぎ、帝国行動会の第二大会長に就任。また同年、大日本国水会総裁となる。晩年は、声優会と、声優本島の行動問題の仲介に当たったが、志の川で死去した。夫人は、元仙台一判事、伊達宗厚の長女幸子で、 一人娘は紳士。婿養子の大木義富は、男爵、徳川敦氏の次男で、徳川義信の孫。仏文学者で、元東京学芸大学名誉教授、日本工業大学元理受験本名誉教授の大木義助は、義富の長男。姉妹は、大木豊子で明治40年7月5日に、初代、神の金之助と結婚している。ありがとうございます。